何の話してるんですか？やあラティ、いや、私の紋章術の系統について話していたんだよ。艦長って攻撃系の紋章術ばかりですよね。ミリみたいに回復系の紋章術は使えないんですか？回復系の紋章術もミリーに教わったんだが、結局使えなかったんだ。紋章術はその人によって使える系統が違ってくるんですよ。私なんかは逆に攻撃系の紋章術が苦手。俺は紋章術の勉強はしなかったし、向いてなかったからな。イリアさんはどのタイプなんですか？そもそも私たちの世界では紋章術というものが存在しないのよ。また…え？じゃあロニキスさんはすごいじゃないですか。そうか？それに先生が良かったんですよね、ロニキスさん。そうだな。どんな特訓したのかしら。それはですね、ミリ、それ以上は言わなくていいぞ。どうしてですか？せっかく。頼むから修行のことは言わないでくれ。艦長、何をしたんですか？別に何も、ただの修行だ。紋章術の修行だ。じゃあなんでそんなに修行のことを隠すんですか？そうですよ、別に隠す必要なんてない修行ですよ。ダメだ。いいかミリ、修行のことを秘密にするなら今からパフェを何杯でもおごってやる。パフェ食べます。修行のことはロニキスさんと私の秘密にします。艦長、ずるい。いいか、ラティも修行の話は二度としないでくれよ。ミリ、行くぞ。はい。艦長、どんな修行をしたのかしら。というよりさせられた感じですが。